楊徳氏は、中華人民共和国の軍人。中国人民解放軍の上将、国防部副部長、総参謀長等の要職を歴任。中央軍事委員会委員。楊茂武、呂勇と共に、人民解放軍の参謀と称された。1928年2月、高能革命軍に入隊し、同年10月、中国共産党に入党。 1930年から、中国高能高軍第4軍第11市の、ハ長連長第45市管理課課長、第93団団長、紅一軍団第1団、第1団団長、副市長、第2市市長を歴任。中央ソビエト区の対、過い位相と調整に参加。調整途中、17有志を組織して、強行とかを行い。 皇族部隊のための進路を開拓した。1937年、抗日軍政大学に入校。日中戦争勃発後、八祖寺軍第115師第685団団長となり、平方関の戦闘において、日本軍の板垣師団に打撃を与えた。1938年2月、部隊を率いて、 呂良山区に侵入し、進む西南高日値末地を建設した。その後、第344旅副旅長代理旅長となり、約100人を率いて、勝県で第689団と会合し、古前六の部隊に対して、勝利を収めた。事後、平寛寺東、河合南、江川両岸に、高日値末地を開設した。 1939年春、広ヨ市大使隊長となり、広ヨ地区で遊撃戦を展開した。1940年、初祖除軍、第二重隊司令員、広ヨ軍区司令員。1944年4月、延安に戻り、戦艦令進む水連坊軍共同第一、旅び町に任命され、黄河の水防、延安の防衛を担任した。国境内戦時、 進むきろよ軍区第1重隊司令員、進むさつき軍区第1、第2重隊司令員、進むさつき野戦軍司令員、河北軍区第2兵団司令員を歴任。中華人民共和国建国後、第19兵団司令員兼先制軍区司令員に任命。朝鮮戦争時は、中国人民志願軍第19兵団司令員、志願軍副司令員、 司令員となった。1955年、上昇の階級を授与。その後、人民解放軍軍事学院戦役刑主任を経て、1955年に、災南軍区司令員に就任。1974年1月2日、武漢軍区司令員に移動。昆明軍区司令員、国防部副部長、総参謀長、中国共産党中央軍事委員会副秘書長、 中華人民共和国中央軍事委員会委員等、歴任。第1回第3回国防委員会委員。中共第8回候補中央委員。第9回、第10回中央委員。第11回中央委員。中央初期どころ初期。第12回、政治局委員。1994年10月25日、北京で死去。 h t t p d a r c h i d g o j p b r ブラウズ /html/1974//104/1974/104dia.html ありがとうございます。